今週はこの社会資本が持つですね、経済成長、国際競争力への貢献ということで、今まではですね、公共事業無駄だとかね、無駄な公共事業だけじゃなくて、公共事業自体が無駄だとか言われてましたけども、本当はそうじゃないんだと。で、この部分をですよ、どんどん伸ばしていくと、実はかなりですね、経済成長そのものが、期待できると。その辺も含めて各国との比較も含めてですね、ちょっとお話をいただきたいと思うんですけれども。そうですね、一つにはその極めて数字的な、というか機械的な言い方で言いますと、公共事業というのは公的固定資本形成という意味で GDP の消費側の重要な構成要素ですよね。個人の最終消費、それから民間の投資、企業の投資、それから政府の最終消費に加えて公的固定資本形成という、こういうようにその GDP の構成要素ですから、これを減らしていくとですね、一方的に減らしていくと他の種目が増える政策が同時に打たれない限り GDP は伸びないわけですね。 GDP が伸びなければこれ税収は伸びないのはもう全く明白な事実でして、これはもうまあ言えば日本国がこの20年間かけて証明してきたようなもんですよね。 GDP が伸びないから全部したがってその GDP が伸びる政策をしなければならない。でそうすれば直接的には公的固定資本形成が増えるということも大事なんですが、しかしそれよりはですね、そのことによって例えば道路がつながってミッシングリンクがなくなった、だったら私はあの付近に工場を作ってみようかとか、あるいは物流基地を作ってみようかというようなことが行われるということだと思うんですね。もう顕著な例がありまして、最近首都圏で言いますと首都圏中央連絡道路というのの整備がだいぶ進んできまして、房総半島でもこの間4月の末に大きな供用がありましたし、埼玉側でもどんどん伸びていってるんですね。埼玉の川島とかってそういうあたりなんですが、あのあたりは失礼な言い方になっちゃいかんですけど陸の孤島だと言われた時期がありまして、でしたがって大きなその工業的な土地利用がなかったところなんですね。でそこに初めて近代的な信号機のない道路が入ってくるということになったもんですから、まあ江崎グリコが出ていくわ、それから大きなパン工場が出ていくわですね、物流工場が出ていくわ、で最近はe コマースが随分発達しましたから、アマゾンなんかにしてもですね、大きなその物流センターを持たないからですね、これ街の真ん中にはそんな高価な土地が高いですから買えないんですが、こういうものがその首都圏中央連絡道路沿いにもう続々と出てきておりまして、政策投資銀行もそういう研究レポートを出しておりますというようにですね、活発にそんなものが行われるようになってきたんですよね。つまり何が引き金かというと、やっぱり首都圏中央連絡道路が出来上がったということでした。これは首都圏だからそういうことになるんだろうと思われる方もおられるかもわかりませんが、そうではありませんで、鳥取でもですね、鳥取から広島の方、いや姫路の方につながる道路が出来上がったら、そのあたりにはですね大きな物流基地が出てくるというようなことが起こっています。つまりそれは前回も申し上げましたように、公共がプライベートな活動を支援するという意味で引き金になっているわけですね。でこの引き金をちゃんと用意してあげないと経済は伸びないというのは当たり前だというふうに思ってまして、これはもう私なんかが言うよりもですね、イギリスのキャメロン首相に言っていただいた方がいいのではないかと、こういうふうに思って、イギリス のキャメロン首相は現在の首相ですけども、昨年の3月にイギリスの道具学会のようなところに行かれまして、こういう演説をしておられるんですね。社会資本、彼が使った言葉はインフラストラクチャーという言葉ですが、インフラストラクチャーは経済を成功へと導く見えない糸である。もしインフラストラクチャーが二流になればイギリスも二流になるだろうと、したがってそういうことにならないようにイギリスのインフラストラクチャーはちゃんとやっていくべきだと、こんな認識を述べておられる。日本のことですよね、これ本当に。そうですね、インフラ二流になっちゃったら中国にまで抜かれちゃったという話ですからね、これは。そうですね、でも同じような時に残念なんですけど、前の政権の野田総理が何を言われたかというと、ですね、無駄な公共事業のばらまきを続けてきたけれども日本の経済は元気にならなかったし、国の借金が増えていったというような、そういう認識を述べておられるんですね。かつてそう2枚おっしゃいました。そのことはね、前原さんがね、国交大臣の時にですよ、予算委員会で、町村先生がね、予算委員会でご質問されたんですよね。そうするとね、仁王立ちになってね、こう言ったんですよね、あなた方がね、要するに無駄なね、公共事業やってきて借金ばかり残したんじゃないかと、それをほっといてね、どうするんだってなことをね、本当にね、鬼の首でも取ったような顔で言ってたんですけどね、本当にまあ私が今更言うまでもないんですけれども、なんとかにつける薬はないんですけれども、
分かってないんですね。経済全体のこの、あの公的資本形成、いわゆるこの社会インフラ整備することがですね、どれだけ必要であるか。でそれは当然必要だからするんですけれども、それだけじゃなくてマクロ経済にものすごく大きなんですよプラス要素で GDP を押し上げてきているという、そのことを全く分かってない、まあ、そういう方がまあ民主党政権非常に多かったんですよね。でしかしこれ民主党だけじゃなくて自民党も同じようなことをずっと言ってきている人がいましたからね。そうですね、よくなぞらえて家計の感覚で見るというようなですね、なるほど、家計主婦の感覚で物事を見るというのも大事な目線ではあると思うんです。だけど論理で言うとですね、家計は家計で閉じているが、日本の財政は財政の中だけで閉じているのではなくて、ね、国全体の経済に広がっているわけです、ね、で私もよくお話するんですけども、お父さんの小遣いを減らせば、うん、奥さんの小遣いは必ず増える、うん、あるいは子どもたち、あるいはあの食事のメニューも豪華になる、うん、これは絶対そうなんですね、うん、そこで閉じてますから、うん、だけど国の場合は例えばそうですね、これも前政権が、うん、あの道路の草刈りをするのは、うん、あんなもん無駄だから年に一度にしろと言われたんですね、うん、でなるほど、年に今まで 4,5 回買ってたのを年に一度にしました、うん、そうするとまあギリギリまであのもう我慢してないかんですから、もうこれ以上草が生えないという時期まで我慢してないかんですから、うん、常に草ぼうぼうですよね。でとうとう外務省の前もそういう状況になったもんですから、はい、外務省からいい加減にしろとこう言われて、うん、そう買ったんですけれども、これはじゃあ経済的にどういうことかというと、なるほど、財政側からの草を刈るという支出は減りました。しかし従って財政は楽になります。しかし草刈り業者に渡るお金は減りましたから、草刈り業者は従業員をクビにするか、うん、給与を下げるか、草刈り機械を購入をやめるか、そうすると草刈り機械を売ってる人は草刈り、会社が草刈り機械を買ってくれませんからという、ね、これ永遠の連鎖なんですね。永久の連鎖なんです。でこの連鎖の度ごとに税が納められていた。でこれが断ち切れちゃったということなんだというところがですね、その家計感覚から見るとですね、なかなかそれが見えてこない。だから全然例え話が全く間違ってるんですよね。例えられないものと例えてるんでね、はいはい、それで今あの草刈りの話をおっしゃいましたけれども、まあ、草刈り程度ならですね、まだちょっと見栄えが悪い程度で済みますけれども、私あのこの 先月ですね、京都で大きな台風が来まして、はいはい、京都府が全域、被害を受けたんですよね、はいはい、でその被害地域にお見舞いに行きながら、またあの政府や党にもですね、あのこの復興のための要求をしているんですけれども、そこで聞いた話でびっくりしましたのはね、この20年間ずっとあのインフラ整備を縮小してきましたね、公共事業を減らしてきた、はいはい、その結果、まあ、あの地域のいわゆる土木事業者が少なくなった、はいはい、で少なくなっただけじゃなくて、昔はですね、そこで例えばユンボなりね、いろんな建設機械を持ってるんですよね。でところがそれ自体もですね、もうこのぐらいもレンタルでやっちゃうと。でこうやると何が起こるかというと、あのもう水かさが上がって大変だと、土のを積み上げなきゃいけないと。そうすると本当はですね、このその機械なりね、ユンボなりで入れてどんどん積んでやっていけばいいんですけども、それがない、土木事業者がいないと。で呼んできてもその重機がないと、うん、そうするとみんながですね、このそれこそ江戸時代じゃないですけれどもね、もっぺんスコップでやると、それ落ち着きませんよ、うん、本当、まあ、幸いそこではですね、それほど大きな被害が出ませんでしたけれども、いやこれとんでもないことやってましてね、これは本当にあの土木事業者がいなくなると本当に災害の時にはどうしようもないというだけじゃなくて、人の命がどん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 ですね失われてしまうと。で所得が減るだけじゃなくて命が失われてしまうことを平気でやってきてるわけですよね。でだからそのためには、命を守るためには政府が責任を持って予算執行していくと。でそのためには責任を持ってですね、国民から負担をもちろんいただかなければならない。しかしそのおかげでくるくるお金が回ってですね、経済が大きくなるだけじゃなしに、そもそも人の命そのものをですね、まあ、国土を守るためには必要なんていう、この当たり前の話がどっか消えてしまいましたね。そうですね、とんでもない現実があったなと思うのを感じたんですけれども ね、それはあの地方の土木会社にあるいは建設会社にしたら、仕事がなくなっているのに雇用を強い続けるというわけにいきません。できないんですよね、また機械を持ち続けるというわけにいきませんから。でこの頃それでびっくりしたのはね、なんか聞きましたら、そういう形で、だいぶ少なくなってきた。でそこへ今安倍政権になってですね、いわゆる、国土強靭化というのがね、藤井先生なんかが提案されてね、まあ、とりあえず今ちょっと増え出しきましたね。しかし増え出しきたんだけれども、執行できないというか、仕事が、こなせないんですよね。で機械も足りない、人も足りないと。
でこなせないというんで、そういう現実が出てくると、そうかと、できないならもうちょっと予算減らしましょうかということを財務省言ってるらしいですね。財政審の論点ペーパーでなんかそのような表現があって、笑ってしまいましたけどね。日経連 の, あの会長が、大変、それはおかしいのではないかと。彼は本末転倒、本末転倒なんですよね、まさにね、まさに本末転倒なんですよ。だから彼らが、財務省側が無理くりですね、無理やりこれを小さくしてしまって、その結果、業者がいない、重機もなくなって、本来しなければならない仕事ができない。だからこれ本当に深刻でしてね。ですからこれやろうと思うと、一時的なですね、いわゆる補正予算でね、この災害があったからやってあげましょうとかね、景気対策でやりましょうと言っても多分できないんですよね。そうですね、おっしゃる通りですね。したがって計画的にですね、社会資本整備の予算を伸ばしていくというですね、プログラムを明らかにしないと、民間の建設会社は雇用を増やしたり、機械を買おうという気にはならないと思います。そうですね、補正補正の繰り返しではですね、また来年補正がなくなったらということになると思うんですね。これも典型的な話を私一つですね、仙台の建設会社の人から聞いたんです。で、ああいう被災を受けてしまいましたんで、人が足りないっていうんで、大阪の方はまだ仕事があんまりないだろうから、大阪の友達の建設会社に、ちょっとお前ところのベテラン作業員をちょっと貸してくれんかというように言ったんだそうです。そうすると、大阪の方も仕事がないんで、彼らはみんなうちの会社から辞めていっちゃったよと。もうほんで安定したところで宅配便をやってるとか、そういうことになってる。もちろん専門技術者として取る給料よりも下がってるんだけども、そちらの方が安定的だって、そっち行っちゃった、だけどもう一回戻ってきてくれんかという話をしてくれって頼んだんだそうです。そしたらですね、話してみたら、いや復興特需といっても所詮5年もあればいいとこでしょうと。で、そうなれば私今の安定した生活を捨てて戻る気にはなりません。 そうでしょうね、それは優秀な型枠工だとかですね、優秀な鉄筋工だったかも分かりません。 そういう方々、この1年2年でつく技術がありませんから、そうなんですね、そういう方々がもうこの世界に戻ってこないと言われてるんです。 そうですね、これを戻そうと思えばですね、やっぱり5年後あるいは10年後、このような国土を作るためにこういう事業があるんだよ、こういうこれを計画的にやっていくんだよということを示さんといかんと思うんですね。それでね、これものすごく大事な話でしてね。で、結局今まあ失業率、日本は全体的にですね、欧米に比べれば低いんですよね。で 4% そこそこ、今 4% ぐらいになったみたいですけれども、しかし問題はね、給料なんですよね。給料がどん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 下がってきちゃってる、だからこれは問題だと。個人消費を伸ばすためには給料を増やさなければならない。で、それが GDP の一番、体操を占めるわけですから、安倍総理もここを、問題されてですね、さあ給料伸ばしてくださいと、景気良くなってきたら伸ばしてくださいと言ってるんですけれども、いわゆる経団連に入っておられるね、企業の方々、これはまあ、多少円高から円安局面も含めてね、収益改善してるみたいなんですけれども、本当は今言ってたね、この土木事業者はじめですね、公共に関わるところの人がですね、一番この地域社会で大きいんですよね。で、彼らが今までもらった給料のもう何割カットされて、安い給料で何とかやってます。ですから失業率自体は、低いところで止まっている。例えばタクシーの運転手なんかがそうなんですよね。とてもやないけど、普通では、このやっていけない給料で、しかし失業しているマシだというので、それが受け皿になっている。要するにデフレ産業がどん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 増えちゃってですね、給料安い産業が増えちゃって、そしてですね、本来正規の値段で大事な技術のある仕事がですね、これがどんどん減ってきちゃったと。だから給料を上げるためにもですね、この今の公共事業費なんかがですね、長期的にしっかり、これが当然必要なんですから、やっていこうということになれば、これまさに給料そのものが、国民の所得そのものが上がってくるんですよ。そしてそのことによって、先ほどのタクシーの運転手さんという一番ですね、いわば給料を安くされてしまったところも、こちらが上がってくると、こちらもね、自動的に上がってきますからね。要するに国全体の所得を本当に上げようと思うと、いわゆる経団連にお願いして、ね、減税しますから上げてくださいじゃないんですよね。むしろ逆さまで、国の方が積極的にどんどん税で入ってきたお金、また今は建設国債でもいいですから、それを予算執行によって仕事に全部変えていくと。で、必要な事業を長期的にやっていくと。で、このプログラムをしっかり出せばですね、自動的にそれをお願いしなくても給料上がっていくと思うんですけれどもね。
そうですね、そのようにこう 回っていくっていうその感覚ですね、先ほども申し上げましたけど、でそんなんで言うと、私江戸の町民のレベルをどれだけ超えてるんだろうかというふうに思いますのはね、江戸の町民はですね、金は天下の回りもんだと言ったんですよ、ね、で回って初めてなものになって、でそれがね、それどうやったら回るのかという仕掛けをね、この社会の各部に組み込むということがですね、どうも足りないようなですね、はい、気がしています。はい、